鉄板焼き鳥、鉄板焼き鳥もしくは今治焼き鳥は、愛媛県今治市の焼き鳥。他地域で見られる、串刺し肉の直火焼きではなく、主に串に刺さない肉を、鉄板焼きにするのが特徴である。ご当地グルメの一つ。1961年、五味鳥という店が始めたところ評判を呼び、続々と鉄板焼き鳥屋が誕生し、今治市に定着した。今治の鳥の皮焼き今治市出身のライター土井中照によれば、鉄板焼き鳥の歴史は全国的なそれとは一線を画すものであるという。それによると、昭和初期から橘村、日高村などで養鶏が盛んに行われており、第二次世界大戦後に仙山雞が名物となっていたが、焼き鳥を主とする飲食店は皆無であったという。1961年、今治市柳町に焼き鳥を主とする五味鳥が営業を始めた。店主の中川武史寿によると、大阪で食べ歩きをするうち、鉄板焼きの居酒屋を見て思いついたというもので、1センチメートルほどの厚さの鉄板に肉を並べ、さらにプレスと呼ばれる持ち手付きの鉄板で上から押さえるという調理法であった。今治の商売人はせっかちで待つのが嫌いという気質があり、そういった人たちにとっては炭焼きや直焼きだと時間がかかるが鉄板で焼くとお客へのメニュー提供時間が短くでき、しかも安くて美味しいということで爆発的な人気を呼んだという。焼き鳥店は設備投資が比較的少なくて済むため、その後新規参入が相次ぎ、五味鳥を参考に、八味町、百味町など、鉄板焼き鳥の店舗が誕生し、この鉄板焼きスタイルが地域の料理として発展し広がっていった。なお、今治市は造船業でも有名なため、今治焼き鳥の鉄板は最初、造船所で拾ってきた鉄板で焼いたのではないかと言われることもあるが、土井中によればこれはあくまでも俗説であるという。今治市で焼き鳥山鳥を経営する門田文雄によると、今治市で鉄板焼き鳥が発展したのは、タオル製造と造船業で働く人が、焼き鳥店なら仕事着のまま汚れを気にせず入れるからであったという。今治に他地域の焼き鳥が入ってくるようになったが、店によっては、炭焼きなどの直火焼きと、鉄板焼きを使い分ける店や、串刺し肉も、鉄板で焼く店など、独特の食文化となっている。また、これらの今治スタイルを取り入れた店舗が、他の地域でも見られるようになったという。2012年、兵庫県神戸市の老舗系肉店、鳥中は、お好み焼き屋の鉄板を再利用し、淡路鶏を使って愛媛県今治の郷土料理をアレンジした鉄板焼き鳥を出す店を始めた。1999年3月、しまなみ海道で本州と今治市がつながった際に、今治市は人口あたりの店舗数が日本一として焼き鳥日本一宣言を行った。同時に今治市の食文化の焼き鳥を歌で発信しようと、市内でライブバーを経営する三宅富貴が作詞作曲歌唱した焼き鳥天国の CD が発売された。同年8月、今治焼き鳥料員組合が結成された。2003年、福岡県久留米市の市民団体、カルキャッチ久留米の調査によって、久留米市の焼き鳥店店舗数が日本三大焼き鳥の町を自認してきた埼玉県、東松山市、北海道室蘭市、愛媛県今治市や全国主要都市を上回る人口1万人あたり 7.46 件と判明し、焼き鳥日本一フェスタを開いた際には、今治市の鉄板焼き鳥店も特別参加した。2007年、田中明の調査によると、今治市内には約60店の焼き鳥店があり、人口1万あたりの店数は 4.76 件で、全国トップクラス。2010年3月13日、TBS テレビ王様のブランチで紹介された東京で食べられるご当地グルメランキングで渋谷区の今治鉄板焼き鳥坊ちゃんの今治鉄板焼き鳥が第6位に選ばれた。2010年8月、第4回全国焼きとオリンピックが今治市で開催され、今治市の鉄板焼き鳥店が全国の焼き鳥店と味を競った。2011年、コンビニエンスストアのサークル系サンクスは、愛媛県三米に今治名物の鉄板焼き鳥を乗せ、今治市のゆるキャラをあしらったバリーさんの焼き鳥丼を発売した。広島県観光連盟が今治市内の焼き鳥店を取材した際の今治焼き鳥で最もポピュラーな鳥の皮焼きの作り方は以下の通り。よく熱した鉄板の上に一口大に切った鳥皮を置き、鳥皮の上から鉄製の重しを乗せ、しばらくそのままにする。油がにじみ出てきたところで、重しを外して、鳥皮をほぐし、再びまとめてまた重しを乗せ、重しを上から押さえつけて、油を出しながら焼く。今治の焼き鳥店の鉄板は一部が切りかかれており、なおかつ鉄板が斜めにしつらえてある店が多いといい、これにより、鉄板焼きでも油を切りながら焼くことができる。2を繰り返し、にじみ出た油が透明になるまで焼く。塩、胡椒で味付けをし、皿に盛り付けて、上からタレをかける。串に刺さず、鉄板の上で、大きな鉄のコテで肉を押さえながら、ジュージューと焼くため、早く火が通り、肉の旨味を凝縮させる。このような焼き方により、表面はカリッとしていながら、中はジューシーに仕上がるという。今治人の通の食べ方は、皮に始まり、仙山期で終わるとされる。皮焼きには、鶏皮のみを焼く店もあれば、少し肉を残した皮を提供する店もあるという。皮以外にも、小肉、白、ピーマンの肉詰め、レンコンの肉詰めも、同様に鉄板で焼いて調理する。ありがとうございます。